はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきましょう。とりあえずチップを報告しましょう。何個か手に入れたんで。おお、結構あるな。ヒーローゲージアップ、あ、これはいいね。今のとこヒーローゲージ使えるのが誰だ。ゼロはない。ガンダムあるな。じゃあニューガンダムに装備させるか。とりあえずヒーローゲージアップ、速度を大きく上げます。ウィークアップとかどうしようかな。まあいっか、とりあえず。じゃあ、お、クエストルームが開放されました。クエストルーム見てみようかな。いらっしゃい。え、見てわからない？ここはクエストルームだよ。個人的な依頼や人知れず発生した事件なんかの情報、つまりクエストが集まってくるんだ。解決するのはもちろん君たちヒーロー、依頼の成功と引き換えに報酬を受け取る仕組みだよ。引き受け方は簡単。リストから好きなクエストを選ぶだけ。クエストは少しずつ増えていくからこまめにチェックしてよね。サブクエスト受注。おお、ある。狙われた街、ジム2同士が争っているとの情報が飛び込んできた。ビギンズキューブ中央区の北東部にある行き止まりの広場に向かい原因を調査してほしい。セルメダル収集。バッタカンドロイドが手に入るな。バースの手伝いで白闇を倒してメダル100枚集めてほしい。白闇はビギンズキューブ中央区に現れるようだ。なんかめんどくさそうだな。いや、ちょっと後でやろう。ちょっと収録するかどうかはわからないけど。じゃあデザートキューブの第2中継地点。おお、ケルティムがいる。ここは敵は出んのかな。てかキャンプ場とかさ行ってもさ全然あれじゃん。こいつなんでここに突っ立ってんだ。こっちか。そうすると、ああやっぱつながるな。つながったな。こっちもなんかあるな。あれ、トーラスが出てきた。痛い。よし、ビームサーベルすげえな、ニューガンダムの。まあちょっと SP は使いながら行かないと、効率が悪いから。でもね、いきなりボス戦になってもね困るんだよね。ただ広いところがボスっていう。おお、リオも出たか。いって、80も食らった。 OK。 毎回毎回回復。これも意外に SP の消耗が激しい。こっちもすっげえ広いな、マップが。なんかいるよと思ったらデスサイズか。なんだ、こんなところにいたのか。探したぜ。作戦プランの立案にはまだ時間がかかりそうだが、その前に一つ頼まれてくれないか。ライドゲートへの道を確保してほしいんだ。詳しいことは現地で聞いてくれ。リューサ地帯と呼ばれるエリアで仲間が待っている。ガンダムヘビーアームズとアリオスガンダム、それにウィングガンダムゼロだ。ヘビーアームズとアリオスとは初対面だろうけど、俺からは話は通してあるから心配しなくていいぜ。これは今回の作戦の前提となる重要なミッションだ。心してかかってくれよな。おー、くっそ遠いんだけど。てかなんでこいつまたこんなとこにいんだ。意味がわからん。かわされたもしや。なんか満タン的なシステムないのかな。こっちはいけない。こいつのところもいけねえし。お、すげえ直進で伸びてる。おし、先手、先手取ったらいいや。甘かった。結構時間かかんな。ていうかアイテムがだいぶ詰まってきたな。まあ一回帰るか。そうすると、ここの道は複雑だな。
3人分かかるからな。でニューガンダムの攻撃は弱いからな。今一番効率が悪いな、この戦い方。すげえ広いなこれ、2番目のキューブで。おっと、これはちょっと敵がいっぱいだ。もうみんな技使っていこう。ほらほらほら、投資強い。よし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 、あともうちょいでレベルが上がる。なんか無駄に広いなこのマップは。よしこれでいこう。オッケー、レベルアップ。お、ここが空いてる。おお、近道だ。なるほどね。一旦回復というか拠点に戻ろう。メビウスがレベル13。倉庫に預けるもん預けよう。多分素材がいっぱいあるんだろうな。よしよしよし、こんだけあればでも結構鍛えられるんじゃないか。このトランクアンドロイドをちょっと鍛えたいな。これと防御力じゃなくて物理攻撃力を上げて、これめっちゃ上がんな。これにしよう。よし、オッケー。これでゼロの攻撃力がちょっとだけ上がったかな。これは多分そうするとこっちから開かないか。こうつながるんだな。げっ、冬打ちだ。痛い。もうなんてことをしてくれるんだ。かわされた。一回も倒せないってどういうことだよ。やばい、3しかない。冬打ち食らうとウルトラマンのカラータイマーが一旦分になるからな。ひどいシステムだよマジで。おお、こっちが伸びてるね。結局何もなしかい。もう技使ってこう。こっちなんかいいのないかな。敵全体これ35か。超弱いな。よし、うん、例によって一旦帰ろう。帰った方が早い。一瞬で回復するのがすげえよな。ここまだマップを埋めてないな。 OK。で、こっちから、こっちかな？また外壁から攻める。お、なんだ？自動的に動くマップか？もう少しでダブルが上がる。わあ、なるほど、こういう道か。マグアナック隊がいるな。デッサイズヘル様からお話は聞いております。どうぞお通りください。おお、新しいエリアか。また敵も強くなるんだろうな。ここはなんか絶望的な音楽ではないな。ただ砂漠の流れがある。砂の流れがある。うわ、戻された。じゃあこっち、あれ、なんかいる。うわー、サラマンドラとかいうのが出てきたよ。
レベルアップ早いダブル。作戦開始まではこの先には踏み込まぬようにと作戦指示が出ております。作戦指示じゃねえよ、普通に指示が出ております。繋がっただけだ。とりあえずこのまま砂の動きがないところを。マジか、ヘリオンまで出てきた。あ、でも2発で倒せる。これやっぱメンバー固定していかないとレベルがまずいのかな。ハイエーナダブルだけやけに、こちら側からは無理。戻された。結局戻されるんかい。え、どうなってんの。こうか。これめんどくせえな。1500円。ここは地図を見ながら行った方が良さそうだな。そうするといい地かよ。いいて。よし、レベルアップ。あれ、いけない。もう先進めない。こっちか。ほいほい。とりあえずこっち行くと戻っちゃうから、一歩ずつ丁寧に行かないと。ビームサーベル。電源もそろそろ上がりそうだな。まあ、今は創作だからね。 SP はガンガン使ってっちゃおう。これ戻されるだろう、どう考えても。じゃあこっち。ゲッ、戻された。マジか、めんどくせえな。でこっち行くとどうなる。変わんねえし。このステージはめんどくさい。しかも猫ヤミーとかも出てきた。あー、ビームサーベル打つか。トリガーバースト。あと2体か。よーし。お、シャム猫ヤミー手に入れた。ちょっとずつマップを埋めていく。これ戻されそう。これも戻されるとこだから。うわ、しまった。あ、戻されなかった。で、結局こっち行くしかないじゃん。おー、だいぶ広いとこに出たな。これはこっち行くと戻されっかな。これをどうしよう。トラゴス200しかないのがヒットポイント。ビームサーベルで倒せんな。ゾロ目ダメージとかあるんだ。これ行くと多分戻されるから。これは、おお、なんか先に進んでる感はあるけど戻されてんじゃねえか。結局もうなんやねん。ここは、うわー、どういうルートだこれ。結局戻された。複雑すぎる。ヘリオンのチップをまだ手に入れてないな。アンプは手に入れたな。これヒットポイント見えるってことは、もうそう判断していくしかない。じゃあこっち。結局こうなんのかよ。もう一個ずつ
潰していくしかない。めんどくせえなこのマップマジで。このパターンか。もういいや、とにかく必殺技を使って速攻で始末していく。よしよし、3体ここら辺で中継地点が欲しいな。もうちょっとヒールがないで、ここおお、サク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 といける。これはこれはこれは戻されるか。戻されない。これは戻されるな。あ、そうか、仮面ライダーダブルは技使っちゃいけねえんだ。減るからヒールが使えなくなっちゃう。こっちに宝箱があった気がする。この宝箱だったら戻ろう。マジか、めんどくせえこいつらは。使えないし、かわされた。どうだどうだどうだ結局1体かよ。マジかよそのシャン猫野郎。宝箱をゲットしてメガライフキットか。帰る。うん、13レベルいいな。そしてまたこっから行かなくてはいけない。マップを埋めつつ行くか。こっち側は、まあ、何もないけどしょうがない。速攻で始末してやる。やっぱり適正レベル15とかなんだろうな。うわ、戻された。なんてひどいんだ。向こうに行くためにはまずここに出て、でここに行って、でこっちに行って、でここか。わー、しまったー。ずっとこの繰り返しだな。多分ここも戻されるんだろうな。ニューガンダムがやっぱ遅いな攻撃が。お、サラマンドラ手に入れた。どうだここは。ん、結局どこに出てきたんだ。わからん。流れに身を任せるしかない。結局一周してきただけじゃねえか。すぐ戻されたし。もう同じところくるくる回ってるだけだなこれ。ヘリオンのチップが欲しいな。強い。ミニアライフルって強いんだけど。なんでこんなめんどくさいマップにしたんだ。結局ここに戻されるのかよ。じゃあここはどうだ。全然ダメだし。でこっち
おお、これ戻されて終わりかよ。これでレベルアップするかな。よし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 。おお、いけたいけたいけた。これは結局戻される。こっちだ。鬱陶しいなこのマップマジで。シャム猫はねかなりうざいからな。先に倒しておきたい。あれ、ティエレンがいるじゃん。おー、ヘリオン手に入れた。ヒールレインもそろそろ欲しいけど、まだなんだろうな、きっと。うおー、めっちゃ戻されたな。ここだ。ここまで戻るの。ここは？おお、いけた。いちいちめんどくせえなこのマップは。不意打ちかよりによって。マジ強えよこいつら。えらい。チップ換金してくれよかった。これはもしかしたらロストヒーローズ2より難易度高いんじゃないのか。敵が強くて。お、よく来たな。デスサイズヘルから話は聞いている。俺がガンダムヘビーアームズだ、よろしく。でこっちがアリオスガンダム、よろしくな。お前たちに頼みたいのはこの先にいるアントラーの討伐だ。アントラーという怪獣が巣を作ってしまってライドゲートへ行けなくなってしまったんだ。ライドゲートっていうのはキューブの外側ライドダンジョンに通じる穴みたいなもんだ。ボスの本拠地へ攻め込むには一旦ライドダンジョンに出る必要がある。作戦を進めるにあたりまずアントラーを排除しなければならない。でも簡単に倒せる相手ではない。アリ地獄のような巣からは強力な磁力を放つキャプチャー光線が出てあらゆるものを引き寄せる。アントラーは巣に潜み近づいてきたものを地中へ引きずり込んでしまうんだ。キャプチャー光線を止め奴をおびき出さないことは戦うこともできない。しかしどうやるんだ。まあ待てよ、一つ方法があるんだ。このエリア流砂地帯の奥に伝説の町バラージの遺跡がある。そこにバラージの青い石が眠っている。これをアントラーの巣に投げ込めばキャプチャー光線は消えるはず。だけどバラージの青い石は石像に守られ僕たちの力では取ることができなかったのさ。あ、ちょっと待て、お前らに取れなかったものがどうして俺たちに取れる。罠じゃないだろうな。どういうわけかその石像ウルトラ戦士にそっくりなんだ。その昔バラージではウルトラ戦士はノアの神と呼ばれ守り神として崇められていたらしい。だからウルトラ戦士がそこに行けば入手できるのではと。あくまで推測に過ぎないが試してみる価値はある。引き受けよう。よし頼んだよ。じゃあバラージまでの道案内はウィングゼロが同行することになっている。バラージは西の方角にある。目的地どこや。これめっちゃ遠いじゃん。ここが目的地だ。それとこの任務はウルトラ戦士をパーティーに入れておく必要がある。ちっ、面倒だが仕方がない。任務遂行のタイミングはお前たちに任せる。おお、ウィングゼロ了解。バラージを目指そう。ちょっとウィングゼロにしよう。外すニューガンダム。まあタイミングもいいんで一旦戻るか。一旦ニューガンダムの武器を外そう。外してヒーローゲージも外そう。どうやって外すんだこれ。で、ブリーフィングルームでパーティー編成。ウルトラマンゼロにウィングガンダムゼロ。おお、ヒットポイントあるなこいつ。
で、どうしようかな、大津にしようかな。ちょっと一旦電王が微妙なんだよね。大津にしよう。パーティー編成、ウルトラマンゼロ、ウィングガンダムゼロ、オーズダブル。よし、これでいこう。で、ゼロは持ってるだろう。で、こいつは、風車にするか。で、オーズをブロックポットにしよう。OK。ウィングガンダムゼロにヒーローゲージアップ。で、オーズはウィークアップつけよう。アクセルどうしようかな、まあいいか。で、チップ報告をして、おーし、アシストアンク。アンクってあれだよな、2ではかなり役立ったけど、どうなんだ。おー、味方全体の物理攻撃力を上げます。これをね、ウルトラタイマーがピコンピコンしてるときにやるのがいいんだよ。ということで、あとはスキルツリーか。お、ロックオンがある。これ何、自爆ってなんやねん。いらない。マシンキャノンをレベル2に上げて、バスターライフル、335、マシンキャノン上げるか。じゃあこれはウィングシールド、一応5で取れるから取っとくか。で、ビームサーベルも取っといて、あとは18しかないからこんなもんか。よし、これで、あと待機行動か。こいつは、訓練強化施設。一応採取。いや、採取も微妙だけどな。まあいいや。はい、というところで、ウィングガンダムゼロが仲間になったところで、ちょっとパーティー編成をして、バラージに向かっていくというところですね。次回そこからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。